これ油、油だれ。あーうわー、ちょっと伸び出しちゃう、おっと、あー、わかしです。ということですね、私今日は3本の予定だったんですけども、すこぶる調子良くなっちゃったんで、締めの一品を作りたいと思います。今回はですね、本当に美味しくできるですね、油うどんでございます。タレがうまいから絶対うまいっていう料理なので、これを今回チャチャと作っていきたいと。チャチャチャ、リュウジのバズレシピ、材料いきます。もう簡単、冷凍うどん1玉、まあこれ別に袋のゆでうどんでもいいです。はい、豚バラ、僕は 60g で作りますけども、まあ別に70でも80でもいいです。卵1個、かつお節 2g、あとは概要欄にあります、あ、まあ、小ネギと海苔とあと調味料ねで作れるんで、よろしくメカドック。今回はね、油うどんなんですけども、まあ、これがね、もうめちゃくちゃうまくてね、もう飲めるほどうまいんですよ。飲めるほどうまいっていう、やっぱ概念を理解するために、飲めるほどうまい酒を用意します。恵比寿召喚！プレイヤーにダイレクトアタック！くー！じゃあやっていきたいと思います。まずね、鰹節。親の顔より見たやり方。食べる器に入れちゃってください。食べる器に入れてね、これで40秒ぐらいチン、します。ここもうほんと簡単っすから。カツオの粉を作ります。こうやった後にこうやってくしゃっとすることによって、カツオが粉になりますよね。で、加熱することによってこの香りもね、すごく立つんですよ。カツオ節ってこんなに香ばしかったんだなっていうぐらい、もう感動するぐらいの香ばしさなんで、これをね、くしゃ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 やったこのカツオの香ばしさで、恵比寿最高。そしたら今度はここにタレを作っていくんですね。お醤油はもう本当に味の根幹を作る、ものなんで、お醤油小さじ2杯、かつお節の相性もすごいです。はい、オイスターソース小さじ2、僕はね、トップバリューのオイスターソース使ってますけど、トップバリューのオイスターソースめちゃくちゃうまいから、はい、僕が認めたオイスターソース。うどんの場合はあの旨味をかなりつけたいんで、味の素2振り、甘みを加える。で、甘みっていうのはこの砂糖で加えます。砂糖小さじ半分、これで甘みで、このままだと甘ったらくなりすぎるんで、お酢です。これ必ず入れてください。お酢を小さじ、これで味が締まります。これよ、これこれこれ、ごま油ね、油うどんですから油入れましょう。今回ごま油です、小さじ2杯。あとでね、ちょっとラー油も入れるんで、今回は小さじ2杯の油。とろっと粘度がついてる、わかります、これ、これとろっとね、これがね、まあうどんに絡む絡む。ちょっと見て見て、これ見て、これ、いつもね、これずり落ちてたんだけど、カセットコンロにちっちゃい鍋を置けるような反応。そしたらね、これ、ね、豚茹でていくんですね。はい、豚で、豚茹でるんですけど、茹でるときにこれ、ね、ちぎって茹でてください。はい、ちぎりましょう。はい、ちぎったらもう包丁いらないんで、もっとね、お肉食べたい方はね、もう別にもっと入れても一個に構わん。赤身がなくなったらもうこれは食えるんで、切り上げるときにこうちょっと水気を落として入れちゃう。水気を落として、これ丼に入れちゃう。丼に入れて絡ませとく。じゃあですね、今度はこうどんです。で、豚茹でた後のもうこの残り汁でいいですから、僕がやらなくてもいい手間はねやらないんですけどね、湯がくんですけど、もしね面倒くさい方はレンチンしてください。レンチンしたら水気つかないから。酒には冷凍うどん、酒の締めは冷凍うどん。冷凍うどんっていうのはね、ほぐれて1分ぐらい茹でたらもう食べられるもんなんで、火切って、茹で上がりましたんで、はい、で、ここに入れます。絡める、うどんに、これ油、油だれ。まず小ネギで彩り足してください。パラパラっとね、肉はね、ちょっと見える方がいいですよ。
彩りさせてください。いりごまはね、皆さんここ重要ポイントですよ。ひねって入れてください。いりごまってね、ひねらないと香りが出ないんで、ひねって入れてください。これ重要です。テストに出ますよ。私立アル中学園で出ます。はい、ここね、卵ポケットね、卵ポケット作ってください。はい、卵黄だけでもいいんだけど、全卵ね、僕は全卵がいい。絡めてくるのがうまいんですよ。ジャストモーメント。あー、いいですね。完璧ですね。最高に美味しい。あぶらうどん完成です。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきまんます。混ぜちゃうよ、これは。カツと鰹節も粉で入ってるんで、よく絡む。いただきます。うまっ。なんじゃこれ、なんじゃこりゃ。タレがうまいですね。甘みもあり、酸味も少し加わってて、めちゃくちゃ濃厚。生卵に負けない強さがありますね。ほぼ完成されてるんですけども、ガーリック、これでしょう。やっぱニンニクって最強だよね。まだ慌てるような時間じゃない。ピュアセレクト。あ、キューピーだった。ガリマヨ最高。うん、あんまりサラサラなタレだとね、これうどんに絡まないんですよね。タレの絡まった豚も最高に美味しいし、一緒に食べた時の肉の食感、ツルツルのうどんが一緒に入ってくると満足感がすごいよね。トッピング、これ無限だ。あの、具材増やしてもいいですからね。今回はこれでやってますけど、なんか天かすとかやってもいいし、いやもう何でもいけるよこれ。ということで、世界一幸せな料理研究家の私がお送りする世界一幸せになれる油うどんでございます。脳内に直接語りかけてくるこの油うどん、もう絶対食べてください。もうなんかザルとか使わなくてもいいんで、あの、めんどくさくないの、洗わなくていいの。もう洗い物はね、あの、いらない。美味しいもん食べたい。洗い物する時間があるんだったら、もうゲームやりたい。あの、ルーンファクトリー5やりたいから、本当。だからもう、ちょっとないです、そういうのは。ルーンファクトリー5かテイルズ、テイルズオブアライズやりたいから。